原子爆弾のタイマーをセットしてきた。爆弾を止めたければこちらの要求を聞き入れろ。羽田空港での大規模な爆発事故ですが、無人の滑走路での爆発だったため幸い怪我人などは出ていません。そして犯行前の不審なメールから連続テロ犯スピンクスとの関連が疑われています。サバン症候群をご存知ですか？確か特定の分野に限って異常に優れた脳の働きを示す症状だったと。集められた子供たちは全部で20億人。彼らは皆被験体でした。被験体って？アロン、このままそこで死ぬか、それとも共犯者になるか。私死にたくない。原子爆弾はどこ？冗談にしちゃ度が過ぎるぜ。お前は共犯者を選んだ。もう戻れないよ。I've put my trust